前のビデオでは秘密鍵を保存する方法について説明しましたが、今日は個人アカウントと電子メールからのパスワードの安全な保存について説明します。まず複雑なパスワードを生成するためのサービスを使用します。詐欺師は単純なアルゴリズムを使用してメールボックスをハッキングします。自動パスワード生成サービスを使用することをお勧めします。次に意味のある名前と日付を使用しないでください。詐欺師はそのようなパスワードを簡単に盗みます。パスワードの作成に役立つライフハックを次に示します。一般の人々にはあまり知られていない専門用語をパスワードとして使用し、それらを複雑にするようにしてください。バックリンガールのパラタリゼーションという言葉は次のパスワードに変換できます。非致命な日付を使用します。例えばペットとの最初の出会いの日付。パスワードを保存する方法。最も重要なアカウントの適切で複雑なパスワードを思いついたら、それらを保存する必要があります。パスワードをいくつかの場所に保存するべきです。インターネットに接続されたメディアにパスワードを保存すると、ハッカーはこれを利用できます。特別なストレージアプリケーションを使用してパスワードを保存する方がいい。これはまるで金庫のようです。すべてのパスワードを使用してボルトにアクセスするには、ユーザーはマスターパスワードを入力する必要があります。次の5つのサービスをお勧めします。ラストパス、ダッシュレイン、ゾホウォルト、シティキパスワード、キーパス。